Welcome Tokyo。 本日2022年5月6日、時刻は夕方の4時ちょっと前ぐらいなんですけれども、今の僕はというとですね、この動画を撮っている次の日にイベントがあるんですけれども、そのリハーサルを終えて、あとは都内で少し買い物をして、ホテルに帰ってきて一息ついている状況でございます。東京久々に歩いたり電車乗ったりしたんですけど、本当に思い出したよ。僕はこの人の多さ、足の疲れ方、何よりもこうやって一息ついた時の落ち着き。ナイキのエアマックス、原宿のナイキストアでエアマックス95のエッセンシャルを買ってきました。かっこいいね。この裏のソールも並々で、サイドもいいですね。これナイキのこのマーク、ロゴね、スウッシュって言うんですけど、この純白のスニーカーいいっすよね。明日のイベントはこの靴を履いて登場しようかなと思っておりますけれども、やってしまいましたね。ただいまの時刻4時25分でございます。寝すぎてしまいました。まあ気持ちいいからいいんだけど。東京から帰ってきたままで荷物が散乱された。そんなままの状態である。イベントのために買った新しいスーツもそのままである。やばいである。僕はなんとか言ってるとですね、またアマゾンから新しい荷物が届きました。何頼んだっけなと思ったんですけど、アマゾンの注文履歴を見て思い出しました。非常に楽しみなものが届いたので、これを開けていきます。じゃあ開けていきたいと思います。すいません。また買ってしまいました。もう許してほしい。なんか俺も自分の意思は関係なく買ってるんじゃないかと思ってしまっている。どうもね、洋平先生ね、光るものがやっぱりちょっとどうしてもきらびやかなものが、きらびやかって言っても電気で光ってるだけなんですけどね。うわ、ちょっとこれ、見えてますかこれ。ちょっとすいません。で、今回紹介するのがね、2個あるんですよ。まずは、ちっちゃい方からいきます。まずはこれ、オンエアサイン。ドゥン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 。違う、やっぱこういうの欲しくなっちゃう。やっぱ生配信をしている時とかに、後ろでポッてこのオンエアマークがちょっと光ってて欲しいなって思いまして、本当はね、部屋の入り口の上にあるイメージがあるじゃないですか。今この部屋使ってますよ、オンエア中ですよっていうのあると思うんですけども、それも部屋の中に置いちゃうもんね。こんな感じなんですけど、いきます。まあこんな感じの、オンエアサイン。これやってんね。これね、また増えたわ。また増えました。そうするとなんか今度この辺がね、こう寂しくなってくるんですよね。そしたらまあ多分まあ数ヶ月後には多分ここがなんか埋まってんでしょうね、きっとね、もうね。うん。どうでしょうか。なんか、許してくれますよね。はい。で、次。これがね、これちょっと前に話題になったやつなんですけれども、ちょっとご覧いただきましょう。もうね、これ形見ただけで分かる人は分かる品物だと思うんだよな。うわぁ、かっこよすぎる。これ何か分かりますか。ええ。白色のテープ剥がれた時になんか残るやつわかる？すごくやだ。すごくやだ。こうやって積んで、こうやって剥がさないといけないタイプのやつ。被害は最小限に抑えられました。もう皆さん、知ってる方は知ってるでしょ。正しい置き方としてはね、多分こうです。こうやってどこかに置きます。はい。で、これって何なのと。これ何なのって思うんでしょ。また買っちゃったんだって。みんなそう言うんでしょ。まあ、ほんじゃまがね、まずこれにコンセントを挿すわけですわ。こっからですよ。わあ！これですね。ここの間に物を飾るためのインテリアなんですよ。ただ飾るものではありません。もうマジですごいからちょっと見てほしいわ。やっちゃうか。いきます。ちょっともう始まってるわ。始まってるわ。ちょっと待って。3、2、1。皆さん見てください。これ、何が起きてるかわかりますか？そうですよね。これ、浮いてるんですねー。これすごくない？ほら、もうここ完全に隙間空いてんの。これすごくないか？これマジでかっこよくないか？かっこよ。ちょっと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 。いや、これすごいかっこいいね。これ、前から欲しいな欲しいなって思ってたんですけど、今回思い切って買ってみたんですけど、ちょっとかっこよすぎますね、これ。うわ、かっこよ、これ。アマンガスのポスターが隠れちまうな、これ。これちょっともったいないんで、ちょっと近々アマンガスのポスターもちょっと移動しようかなと思いますけれども。以上。また、部屋の背景をきらびやかにさせてしまいたいチャンネルでした。ありがとうございました。動画のサムネとタイトルの部分はもう終わっちゃったんですけど、まあ、個人的にそれよりもちょっと嬉しいものが届きました。また届きました。はい。卒業証書ではありませんよ。これね。まあまあ、この形状でね、もう大体何かはもう察しの通りなんですよ。まあ、ご検察の通りなんですけれども。それでは、ご覧いただきましょう、皆様。
こちらです。見えてますか？ Back to the Future のポスターでーす。皆さん、Back to the Future って知ってます？大学生の時に塾講師のアルバイトをね、していたことがあったんですけど、Back to the Future の話題になった時に、もう当時の中学生とか知らなかったんですよね。神映画なのに。ってなったらよ、さらに時を経た今、令和の4年のこの時期、まあ僕と年代が近い方はね、もちろんバックトゥーザフューチャー知ってると思うけど、今のさ、中高生のウォッチャー知らないでしょ。バックトゥーザフューチャーよっぽど映画好きじゃない限り。40年近く前なの。まあそれ知らんわな。どういう映画かと言いますと、もうマジネタバレを含む程度にちょっとあらすじ言うんですけど、まあ僕の大好きなタイムリープ物語なんですよ。40年前くらいのアメリカが舞台なんですけど、登場人物はなんか科学博士、もうだいぶおっさんです、もうおじいちゃん、だいぶおじいちゃんと、高校生の男の子と、科学おじさん二人なんですけど、車型のデロリアンって呼ばれるタイムマシンを開発することに成功してしまうんですよ。で、いよいよ車のタイムマシンが発明できてから、今から実験するぞって言って、その高校生のマーティーを夜中に呼び出すんですけど、さあ、どうやって主人公は、無事元通りの世界線。聞いてるだけで面白いでしょ。その神映画のポスターがこれです。 Back to the Future、 これが主人公ですよ。見えますか、この少年マーティーです、主人公。そしてこれ、この傍らに映ってるのがデロリアンと呼ばれる車型のタイムリープマシンです。タイムマシンですね。名言、 We are sending you back to the future。 もしかしたらうまくいけば私は君を未来に返せるかもしれない。クソ名言なんですね、これ。めちゃくちゃかっこいい。もう今度ちょっと同時視聴するか、生放送で。あのアマンガスのポスターの隣にでも貼っていきますか。これサイズオーバーですわ。まあしょうがないんで、ここに貼りますわ。いや、ちょうどいいね。俺ね、こっちに貼ろうと思ってたんよね、そういえば。危ね危ね。危うくサイズも確認せずに、君は買ったのかいってみんなから言われるところだった。コメントに書かれるところだったわ。We are sending you back to the future。 マジでこの両面テープをうまく剥がせるかどうかで、男の器量は決まってきます。すべての両面テープの片面を剥がし終わりました。いよいよバックトゥザフューチャーします。緊張するな。行きます。うわ、すごい。おお、かっけー。スティーブン・スピルバーグプレゼンツ Back to the Future。 あ、ロベルト・ゼメキス。だいぶね、ほらこの部屋も結構良くなってきたよね。ほら、バックトゥーザフューチャーに囲まれ、アマングラスに囲まれ、ネオンサインに囲まれ、後半は僕のただのホビートークに付き合っていただきまして、どうもありがとうございました。次の YSP でね、またお会いしましょう。それでは。